こんにちは、西岡明彦です。今日も福西崇史さんと共にお送りしていきます。よろしくお願いします。今日もいい試合になりそうですね。今日はベガルタ仙台対トッテナムホットスターのマッチアップです。本日のホームチームはいかがでしょうか。このチームのシーズン序盤の戦いは期待外れと言われても仕方がないでしょう。ウェファチャンピオンズリーグへの進出を果たすためにはこの辺りで立て直しが必要ですね。今日のアウェーチームですが、現在までのゴール数はリーグワーストと得点力を欠いています。フォワード陣が力を発揮していませんね。あまり意識せず少しリラックスした方がいいでしょう。こちらがホームチームの先発メンバーです。今日の陣形は一般的な 4-3-3 です。ウイングの位置の選手には攻守に貢献が求められます。こちらがトッテナムホットスターの先発メンバーです。攻撃的な 4-4-2 ですね。4人のディフェンスラインの前にアンカーを置くシステムです。前半が始まります。キックオフです。ここは中央の選手にクロス。ここはしっかりクリアされました。コーナーキックです。こんなことを言うと怒られそうですが、格上相手の試合ではこういうチャンスはなかなか巡ってきませんよね。サポーターもこの試合で初めて盛り上がっているんじゃないでしょうか。入った。ボールは無情にも自陣のゴールへ。これは悔しい。オウンゴールです。意外な形で得点が生まれました。クリアしようとしたのでしょうか。少し中途半端になりましたね。起きてしまったことはしかアザール絶妙のスルーパス。ここはシュート。ボールはバーの上を越えました。エリクセンのスルーパス。ゴールキーパーの果敢な前進でした。ボールをしっかりとキープ。ボールをサイドへ展開します。アザールがマークをかわした。アザールからのいいクロス。キーパーがクロスボールを弾き出しました。決まった。素晴らしいシュートだ。クロスもいいですが、それまでの過程もいいですね。今度はキーパーも止められません。よく詰めていました。ゴールへの嗅覚が素晴らしい選手ですね。フィニッシュも落ち着いていました。ハリー・ケイン。トッテナムサイドのスペースが広く空いています。このミスは痛い。相手にパスを出しました。タッチライン際を上がれそうです。いいクロスだ。キーパーに近すぎました。アザール、ボールを運びゴールに襲いかかります。ここでためを作ります。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。ボールがこぼれた。アザールが狙うか。
アザールが決めた。相手を圧倒するゴールが決まりました。守備側は後手後手に回っちゃっていますね。大量リードの試合となっています。ロマン・ゾブニン、ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。目の前にスペースがあるようです。決まるか。シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。これはスペースへのボール。いいボールが出ました。さあセットプレーのチャンスです。アザールのコーナーで再開。ここはクリアされました。サポートを使えそうです。ひとまず前に出しました。ボールはヘディングでラインを割りました。アザール、このコーナーは得点のチャンスです。アザールのコーナー、中にスペースがあります。ニアポストにクロスが上がった。あまりいいシュートではなかったですね。ちょっとボールが跳ねていた気がしますね。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ルーズボールになった。ロマン・ゾブニン、プレスがかかりました。ドリブルで崩します。絶妙なパス、スルーパスを出した。キッカーがコーナーに向かいます。アザールのコーナーで再開。このボールは相手にクリアされました。入るか。まだボールは生きています。このパスはダメでした。通りません。さあ来た。ポストに当たってゴール。ポストで跳ね返るかと思いましたが、このシュートは入っています。ポストの内側に当たって入りましたね。狙ったならすごいゴールです。試合はどうやら一方的な展開になってきています。ロマン・ゾブニン、クリスチャン・エリクセン、ここで前半終了。前半から変化はあるのでしょうか。後半キックオフです。ハリー・ケイン、ここで勢いが止まってしまいました。パスをこの位置で防ぎます。このミスは痛い。相手にパスを出しました。寄せられています。うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。アザー、ボールがこぼれました。クリアできるか。ゴールです。ゴールゴール。至近距離から決めてきました。このゴールがとどめかもしれません。点差がさらに開きます。強いチームですね。このままいけばまだまだゴールを奪えそうです。この展開は予想できませんでした。カゼミーロ、ティモ・ベルナー、エデン・アザール、軽やかなステップを刻み、アザール絶妙のスルーパス。ファーにクロスが入った。このボレーは惜しくも入りません。
ダイレクトで見事に蹴りましたが、運がなかったですね。ロマン・ゾブニン、ボールを持ちました。何をするんでしょうか。エリクセンへ、ケインへ、いいボールを送りたい。チャンスです。ケイン、ここでスローイン。トットナムが選手を交代します。福西さん、格下と見られたチームがリードしていますが、これはこのまま行ってしまうんじゃないでしょうか。そうですね、全員が集中を切らさないようにしっかり戦う。このシュートは外れます。パスコースにはディフェンスがいます。スルーパスが味方に通る。止める、止めます。ロマン・ゾブニン、カウンターアタックのチャンスです。スポーツ系のウェブサイトでニュースが流れています。リオンが新しい選手、素晴らしいボールです。このスルーパスは長すぎたか。イエス、ゴール決まった。こんな近くで持たれたらなすすべなしでしょう。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。ワンサイドゲームとなってしまいました。ハリー・ケイン、カゼミーロ、ハリー・ケイン、ロマン・ゾブニン、相手のゴール前でパスを回します。パスはダメでした。通りません。見事なシェアです。ポスト、ゴール。本日2得点目。ここまでの不調が嘘のようです。まあゴールはバスみたいなもので、来ないと思ってたら今度は一度に2本来ちゃったみたいなことありますよね。このゴールでさらに勝利に近づきました。完璧な試合運びですね。相手を終始圧倒しています。試合も終盤に差し掛かっています。逆転は厳しいかもしれません。このパスはカットされました。ここはドリブルに入ります。さあ来た、ゴール、ゴール、ゴール。これで今日2ゴール。最初のゴールが自信になったのでしょうか。動きがいいですね。残り時間も少ない中、厳しい展開になっています。ティモ・ベルナー、ここのエリアは注目ポイントになりそうです。マイケ、走り込んだ味方にスルーパス、決まるか。ゴールだ。さあこれでハットトリックとなりました。これでハットトリック達成です。チームを勢いに乗せています。今日は絶好調ですね。
試合も終盤に差し掛かりましたが、厳しい展開になっています。ここでホイッスル、ベガルタ仙台が見事な勝利を挙げました。圧倒的